よし、四体合体だ。トランスフォーム。ガシャーン。トルネード合体。ビルドキング。ハリケーンモード。こんにちは、変形合体です。実はビルドボーイの方ですが、ちょっと隠しギミックがあったのでちょっと紹介します。この腰のここですね、回転するための合体ジョイントを外した状態で回転させて、こうですね、そうすると出てきましたね。ビルドボーイというだけあってやっぱちょっと短めですね。相当短いです。この状態で頭部を収納して、ビルドキングの頭部を出せば一人ビルドキングですね。ただしこの時弱点があって、頭が後ろにちょっとこんな風になっているので、それはこれですね、この武器をこのように取り付けることでここが問題が解消されますね。でちょっと煙突みたいになってかっこいいです。さらにこの状態でビルドボーイの頭部を出せば、まあ、二人羽織みたいにできますね。もしくはちょっと背後に取り付かれてるみたいな感じですね。そしてビルド台風の方にも隠しギミックがありました。まず一旦頭部を収納して、こっちに逃がしてこの部分ですね、下に持っていきます。そして頭部を元に戻します。そうすると隠しギミックですね、ちょっとここの穴から何か出てきそうな感じですね。ただちょっとこれ以上上に向けることができないのがちょっとユーズの弱点ですね。これで長さが足りないという場合はこのパーツをつけてあげるといいですね。攻撃もできますね。全員並べるとこんな感じです。やはりビルドサイクロンの勝ちですね。逆にちょっとビルドボーイの方はちょっとあそこの方もやっぱり子供でしたね。今日はいよいよ4体のビルドマスターが合体してビルドキングになります。まずは一旦ビークルモードに戻します。それではまずはドリルボーイを合体準備状態にしていきます。まずはドーザーブレードを分割して、この腕の部分ですね、横に持っていきます。反対側も横に持っていって、ここの部分はこの辺りですね。そして背面のこの合体ジョイントを出せば合体準備状態の完成です。次はビルドハリケーンですね。まずはここに合体ジョイントがあるので取り出します。そしたらショベルを取り外します。これで OK です。そしたらショベルを取り外して、これで合体準備状態の完成です。次はビルド台風ですね。まずは合体ジョイントを取り出して、このバケットを取り外します。これで合体準備状態の完成です。次はビルドサイクロンですね。まずはこのジョイントを起こして、クレーンを外します。これで合体準備状態の完成です。そしたら3体の合体ジョイントを合わせます。ここの部分ですね、このように3つとも合わせます。そしたらビルドボーイが飛んでくるので、さっき取り出したこのジョイントですね、ここをここに入れます。斜めに入れてからねじりますね。これでロックがかかります。こうですね。劇中ではこの後このまま変形するんですが、本当にこのまま変形させるとかなり難しくなってしまうので、両腕になる部分を取り外して行います。まずはビルドハリケーンを上半身にして、ビルドキングのハリケーンモードにします。ビルドハリケーンを上半身にするのは結構難しいですね。せっかくこれ出したんですが、一旦ビークルモードに戻します。こうですね。そしてこのようにしてここはめ込みます。そしたらこのキャタピラを腕にします。まずこのロックを外して、こことここのロックですね、2つ外してこう出します。そして
まあ、こちら側が前なのでこうですね。そしてこのようにジョイントをいじってこのようにしたら腕を伸ばしてこっちが前ですね。そしてここの部分も伸ばして分解します。反対側も同様に一旦ロックを外してこの部分ですね、このように展開したらこんな感じですね。そして腕を伸ばしてこの部分も分割して伸ばします。これで両腕は完成したんですが、あとはここの部分ですね。まずここの部分ちょっと一旦下げて反転しますね。そしたら反対側のここの部分を開けて、ここを分割します。そして分割しつつ、ここの部分ですね、ちょっと一旦伸ばして、こうですね。そしてカバーを閉じて、ここはこのようにします。反対側も同じ要領でこう展開して、一旦腕を上に伸ばして上に持っていったらここですね、こうですね。そして頭の方はこうにして反対に向かせます。そしてこの合体ジョイントを下に持っていけば合体準備状態の完成ですね。そしたら先ほどの2体に取り付けます。この部分ですね。そしたら次はちょっと足を調整します。まずはここですね、こうこのようにしてつま先を出します。反対側もここでねじってつま先を出します。そうするとこんな感じですね。そしたら先ほどと同じようにビルドボーイを斜めに取り付けてねじって、ここでロックですね。そして最後にこのカバーを開けて頭を出せばビルドキングハリケーンモードの完成です。そしたら武器の方ですが、まずこのショベルをここですね、この頭の後ろにぶっ刺しますね。こうですね。そしたら前を向けてビルドタイフーンが右足についているので、右腕にこちらを取り付けます。そしてビルドサイクロンのクレーンキャノンを左手ですね、こうですね。このハリケーンモードは攻守のバランスに優れたメインの合体形態ですね。両足が同じタイプなので安定感がありますね。クレーンキャノンによる攻撃と、あとはこの盾もついているのでバランスがいいということですね。これは説明書通りなんですが、あんまりかっこよくないという場合はここですね、ここをちょっと上に上げて、しかもちょっと前に倒すとだいぶ怒り方になるのでかっこよくなります。かっこ悪い原因がこの太ももが見えないんですね。それはここの部分を少し前にしてあげればここの足が見えるようになるんですね。さらにここの足の可動を生かしてちょっと外側に向けてあげるとこのように角度がついてさらにかっこよくなりますね。まあ、あとはこの拳がプチパックンとかパックマンみたいになってますが、まあ、これは仕方ないですね。それでは可動範囲を見ていきます。まず頭が左右に動きますね。と変形のおかげで前に倒すことができます。そして腕ですが、まあ、このキャタピラーに当たらない程度に動かせますね。そして肘にロール回って90度曲がります。
そしてさすがにちょっと腰は動かないんですが、足の方はここで前に出したり、そして膝がここで90度曲がりますね。そしてあとはつま先が稼働します。ちなみに頭の方はビルドボーイのブルドーザーのような形になってますね。まあ、どうもこれが頭がでかすぎるという場合は一旦収納して、この横のこの合体ジョイント外してカバーを開いて、まあ、ビルドボーイの頭を出すこともできますね。そうするとこんな感じです。めちゃめちゃ小顔になりましたね。それでは元に戻して、次はビルドタイフーンですね。こうですね。ビルドタイフーンを上半身するときも結構凝ってますね。まずここのジョイントをこっち前に持ってきます。そしたらこの腕のこのピンのロックを外して、足をダイナミックに伸ばします。そしたらここの部分を開いて手を戻します。反対側をまずこれですね、ちょっとどかして開いて、この合体ジョイントはまた内側に戻して、このジョイントをかぶせます。そしてさらにこの運転席の部分をこちら側に持ってきます。こうですね。そしたらこの腕の部分を倒します。そしたら今度はこのロボットの両足を腕にするんですが、この股のとこも開いて腕を下ろして、このつま先だったところがクローですね。反対側もつま先とかかとでクローにします。そしたらこの合体ジョイントの部分はこちら向きにして倒れるようにしますね。こうですね。これでビルドタイフーンの上半身モードの完成です。トルネード合体のところに戻しました。そしたら両足をこの根元からですね、足が曲がるようにこのようにします。反対の足もこうですね。そしたらビルドボーイを取り付けます。斜めに刺してひねります。そしたらここのところにこの2箇所のピンですね、刺します。そしたら頭部を出してビルドキングタイフーンモードの完成です。この時は背中にバケットですね、バケットシールドを装備して、右手にクレーンキャノンですね、ここのつま先の裏に穴があります。そして左手にショベルアームですね。両手が両方とも武器なので最も攻撃力が高いですね。ただしこのモードには難点があって、ビルドハリケーンにはちょっとつま先がないのもあって若干こっち側に傾いてますね。まあそれを解消するにはこのキャタピラーを上げて回転させてこのつま先を出すといいですね。これだとちょっと倒れてしまうので反対側もかかとも出しておきます。こうすると両足の長さが一緒になります。これだいぶ良くなったんですが、あとは背中がちょっと微妙なんですよね。なんか背中の防御が高いのはいいんですが、これの位置がなんかちょっと下すぎるんですよね。なのでこのバケットは反転させた方がいいですね。しかしただ反転させただけだとちょっと自重で倒れてくるので、一旦取り外してこの部分をこちらに持っていくといいと思います。こうですね。その上でバケットを取り付けます。
こうすると背中がすっきりして、この肩の部分が強化されて、上から見てもスカスカじゃないのでいいですね。肩の範囲は足が同じなので、腕的にはちゃんと前後に曲げられて肘も曲がります。元に戻して次はサイクロンモードですね。さっきのビルドタイフーンと同じ型なのでほとんど一緒です。まずはこの両足を伸ばします。そしたらこの腕の部分ですね、展開してこうですね、反対側も展開してこうですね。そしたらこの部分を、運転席の部分を後ろに回します。次にこの足だった部分を分割して広げますね。そしてこうですね、そしてつま先とかかとでアームにしますね。反対側も同様につま先とかかとでアームにします。最後にこの合体ジョイントの方を前に倒して、こちらも回転させてこうですね、合体準備状態の完成です。元に戻すとこんな感じで、足をこうですね、反対側もこうですね。そしたら頭を出してサイクロンモードの完成です。武器の方はまずクレーンキャノンをサイクロンに取り付けて、ショベルがこちら側ですね、クローナ裏に穴があります。こうですね。あとはバケットですが、そのままだとこの裏だとちょっと届かないのでつけられなくて、このタイヤを出してこのジョイントでここに取り付けます。こうですね、全部装備するとこんな感じです。この時もハリケーンの方がちょっと足が短くなっているので、こう反転させてあげるとちょうどよくなりますね。こうですね。あとは台風の時と同じで、こう一旦外してこのパーツをこのようにしてから取り付けた方が背中がすっきりして上から見ても大丈夫ですね。可動範囲は台風の時と一緒ですね。両腕はちょっと細いですが、両足が同じ型でがっしり安定しているハリケーンが一番いいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。トランスフォーマーなどの変形合体するものを毎日レビューしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。